やっとロナウジーノにブースターがついて降臨。めっちゃ強いんだけど、当たりがロナウジーノしかいないんだよな。まずね、先に言うと今回ロナウジーノ一点狙いガチャみたいな感じだから、正直無課金とかにはおすすめしないし、バルサ持ってる人にもおすすめしない。ただ今回ね、初ゲットした人はね、超感動すると思う。ドリブルはやっぱレベチすぎる。特徴としてはね、タッチが細かい上にボールキープ99、これが結構エグくて、マジでね、こうキープがしやすい、ボールが奪われにくいっていうのがロナウジーノの強みだし、今回ねブースターでグランダーパスの数値が上がるから、めっちゃこれもいいね。これもね見てほしいんだけど、やっぱね奪われないんだよね。ファールされてもこうキープするっていう。しかもスピード89の瞬発も93あって、キック力も88。いやそりゃ超強いよ。ここも間でダブルタッチで抜いていって、このコンカダブルタッチのねスキル追加が今回はいらない、もう初期から持ってるっていうところもめっちゃありがたいところだし、使用感はね今回のブースター付きのロナウジーノの方が好きなんだけど、まあ、わざわざ乗り換えるほどめっちゃ強化されてるっていうわけではないから、全然節約していいと思う。おすすめの育成はこれ。